はい、どうもエテポンゲです。よろしくお願いします。ドラゴンクエスト8縛り実況やっていきます。続きからなんですが、賢者のね、七賢者のねオーブを回収して、ラプソーンのね結界を解くということでね、今からその七賢者のね、オーブを回収しに行きましょう。今日はね、今のは木下優香のモノマネ。今日はね、はい、まず回収していきますか。どこ、まず1個目なんかね、最初ここの人に話したらね、1個目はどこって言ってくれたんだよね。あの巫女さん、うん、2人いるからってこの同じ分を2個出す演出、トラペッタって言ってたよね。で、今日はね、あの休みなんで、はい、休みなんでね、とりあえず、まぁ、ちょっとね、午後から用事あるんで、そのラプソーンに行くまでの準備は、とりあえず準備まではね、整えたい。だから、オーブ全部ね、回収できればいいかなって思ってます。まあ、トラペッタ行って、で、笛を吹いたらいいかな。正直もうね、ここら辺はほぼ覚えてないわ。こんなさ、感じだったっけ？笛。やまびこの笛ね。じゃあ早速、使う。おお、やまびこ。いる？これ大体わかるんだけど、七賢者の場所だから最初はあのライネロだったっけ、水晶の人ね、水晶の人、あの人のとこに行きゃいいんじゃないの？そういうことでしょ。各地をさ、いろいろ旅してる間に出会った子孫たちのところに行けっていうことでしょ。確か奥の方だったよね。なんか井戸のとこら辺だったような気がするんだけど、あ、ここだ、ここ。そういうことだよね。うっす、めっちゃ久しぶりルイネロだ。ようやく来たか、待ちかねだぞ。お主らが今の異変の原因、悪国神ラプソーンの復活に関わり奴と戦ってきたことは分かっておる。どうせ最後の戦いに行く前にわしと、わしに戦いの結果を占わせようという心づもりなんじゃろう。結論から言えば、わしの水晶玉の力をもってしてもこの戦いの行く末は分からぬ。霧に包まれたかのように霞んではっきりと見えんのだ。こんなことは初めてじゃよ。だがぜしかよ、わしはお主らなら必ず勝利してくれると信じておる。ふん、わしとしたことが拉致もないこと言ったな。ま、要するに頑張れということじゃ。あれ？え？いや、そんな話を聞きに来たんじゃないのだが。あれ？出ようとしたら、待ちたまえ。違ったみたい違ったみたい。まあ、あと一つ思いつくのは、あの火事があった場所かな。はい、正解でした。ここ、パープルオーブ、早速1個目手に入れやした。案外あっさりだね、うん、これすぐ終わっちゃうんじゃない？オーブ回収15分ぐらいで終わんじゃない？じゃあ次はルーラーで、リーダス村か。
トラベッタ1個でしょ、でマイエラ修道院、川沿いアスカンタ城、ちょっと待って、ベルガラックは確実、ベルガラックにはあるよね。でリブルアーチもあるね。リブルアーチ、ベルガラック。メディバーさん。じゃあまずはベルガラックから行こう。おい。あの時、龍骨の迷宮の奥で見たご先祖様の映像のことを少し調べてみたんだ。なんでもギャリング家の血筋は何かの封印を司る特別な家系だったらしいんだ。そして血筋が途絶えた時、世界には闇に閉ざされるのだそうだ。分かったようで分からない話だよ。でも最近起こっている不吉な事件は父が殺されたことと関係しているのかもしれない。え？感激だわ。ちょっと待って、こういう時にやまびこの笛を使えってことだね。やまびってるけども、もう足音やめよ、外にいるやつら。かすかに鳴り響いた。ちげえのか。え、ここなんやろ。あったー。決してね、決してドラゴンクエストスペースオーブスペース場所なんていうね、ことを検索したりはしていません。決して決してグーグル先生に聞いたりなんか しちゃいないからね。決して。じゃあ3つ目いきまーす。はい、到着しました。リザス像の、一番上、最上階のここにある、うん、エテロイメージではあの像のさ、あの宝石がオーブのやつみたいな、けど一回あったか、あの像の宝石の剣に関してはなんかあったよね。これあんまり詳しく覚えてないんだけど、なんか取れたような気がする。これポロンってね。クッキーズ。はい、行きまーす。アンラッキーね、起きてたらね、起きてたらラッキーだったけど、寝てるからね、うん、アンラッキー。ここ橋は、あ、ちゃんとかかってる。うわー、なんかチャッチ橋になったな、ここも。でここね、修道院の委員長の部屋はー、ありました、ありました。はい、ゴールドオブ、これで、4つ目だね。トラペッタ、ベルガラック、リーザス、マイエラ、で、あと3つ。で、あと3つは、リブルアーチだね、まず。リブルアーチの、賢者の子孫。ヘナチョコ野郎ね。ヘナチョコ野郎のとこ。リブルアーチ。クソザコナミクジ来てやったぞ、エッツさんが。クソザコナミクジおるか。あいつ死んだんか、あいつ。あいつ死におったんか、あいつ、あのクソザコナメクジ。旅出たんか、あいつは。はい、グリーンオーブ。これで、5個目。あと2つ。で、メディばあちゃん。メディばあちゃんとこ。雪んとこね。ここの洞窟。
決してね、そのドラゴン、ドラクエ8、スペースオーブスペース場所、などね検索はしていませんので、決してここ、これが、レッドオーブで、最後だね。次、最後6つ目、7つ目のオーブはもうね、もうあそこしかないわな。サペラ大聖堂ねえ、これ普通に探してたら多分1日作業だったね、普通に探してたらもう1日かかっても多分7個見つけられなかったかもしれない。ほんとネットがね、インターネットってのがね、もうすごくそのちゃんと流通してて、よかった、すごくよかった。いい時代に生まれたわ、いい時代に。ほんと通した場合あった。普通さ、普通拾わん、こんなところにオーブ落ちてたら。ハゲ、無能、クズ、人間のクズ、みんなこっち、やめて、離さないで。はい、で最後にシルバーオーブ、これで、整いました。うん、これで整ったんでね、レティスのところに持っていけばね、最終決戦になるかな。ただ今日はここまでにしときます。なぜならなんか今日ちょっと画面酔いがひどいんで、ちょっと寝ます。シンプルに今日ちょっと画面酔いがひどいわ。なんだろう、寝不足が原因なのかな。なんで最終決戦はね、次パートになります。ではよろしくお願いします。はい、では、今回はここで動画区切ります。ご視聴ありがとうございました。セーブしたい、ちょっと画面酔いがひどい。セーブはもう川沿いの教会、セーブ早く、もうこれ以上やってたら吐いちゃう、吐いちゃう、マジで。なんだろう、画面酔いがひどい。画面酔いするよね、普通に。絵手だけじゃないよね、シンプルに。なんでだろう、体幹が弱いんかな、すぐ酔っちゃうんだよね。早急にセーブして終わらさせてください。はい、それではまた来週。あー、画面酔いがいた、うんこしたい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 よ、もう。